本当にありがとうございました。皆様の熱い声援がある限りいつまでも頑張っていきますので、今後ともセーラームーン、そしてミュージカルセーラームーンを応援してくださいね。それではまたお会いしましょう。約束だよ。またね。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか、この公演終わってみて。マリナさんから。今日が千秋楽だったんですけど、なんか終わったっていう感じがしなくて、まだまだ続くっていう感じで、千秋楽って感じはしませんでした。対して僕は初めは本当にどうなることかと思ったんですけど、いやちょっと感無量で、まだ本当に実感がない状態です。でもなんか嬉しいことは確かです。はい、はい、心臓がバクバクして、できるのかなとか、セリフ忘れたらどうしようとか、そういうことばっかり考えてて緊張しまくりでした。初めてサンシャインに立ったのはファン感謝イベントだったんで、それが初めての舞台だったんですけど、初っ端が自分の歌で始まるんで、もう心臓がもう飛び出るぐらいの勢いだったんですよ。でその後にウサギとね、あれをあの You are my jewelry を歌った時に、最初はやっぱあの会った時に12歳だったから、えどうなんだろうって思ったんですけど、やっぱこうなってみると、あ、いいやつに、面白いやつに出会えたなという感じで面白かったです。見に来てくれてどうもありがとうございました。40回の舞台を終えた私は自分でも成長したと思っています。これから1万回を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。僕は1万1回を1回ウサギより多く生きて一緒に1万回を目指して、もう目の前で泣いてる人がいるんでね、もらい泣きをいやー、そりゃ嬉しいよね。嬉しいです。このバカップルな2人ですが、末永く、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。今回は特別にセーラームーンの CM を3本お届けしちゃうよ。大丈夫、カチューシャマイクがあるじゃない。